この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本はお金の攻略法という本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。株は上がり始めたら買え、下がり始めたら 売れ一番安い時に買えるとか一番高い時に売れるとかそんな神業はないお金のトレーニングを始めるのは。 子ども時代こそが最適だと思います。子ども時代ならば少ないお金で大きな価値のある体験ができます。なぜなら大人と子どもでは金銭に対する尺度が大きく異なるからです。大人にとって1000円は大金とは言えませんが子どもにとっては大きな意味を持ちます。投資に挑戦してみて1000円を 得る喜び失うショックは大人と子供では桁違いです。少なないリスクでで重要な体験ができるこんな貴重な子供時代にお金から遠ざけておくべき理由はありません。早くからお金に強くなっておけば大人になってからお金に困る可能性は格段に減るのです。 お金は大切なパートナー。お金を増やす力をつければ、自分が自由に生き,、えー、生きていける可能性も増えます。生きていくにはたくさんのお金が必要です。お金があれば、自分のやりたいことがいろいろできるのです。そして自分や周りの人が困った時の助けにもなります。 自分自身と身近な人を幸せにするためにお金を増やす力を身につけましょうお金を減らさないお金を増やすには持っているお金を無駄に減らさないことが第一歩 無駄遣いの見分け方1つ目 <laughs> 持ち物チェックをしてみましょうまず絶対に必要なもの学校で使うものや毎日の生活で使うものこれらは減らすことは難しいでしょう例えば洋服文具本生活用品など2つ目 あったら幸せになるもの毎日は使わないけれど趣味のものやプレゼントしたものなどです持っていると幸せな気分になるものやあげた人がとてもよ喜んでくれたものなどです例えばおもちゃゲームお土産など3つ目なくても困らないもの買ってはみたものの ほとんど使ってないものなどです無駄遣いを減らすポイント無駄遣いをしないためには自分にとって価値のあるものや大事なことをしっかり決めておくことがポイントです。買い物に行く時は次の5つを心がけてみよう。 1>, 1つ目買うものを決めておこうその場の思いつきなど予定外のものは買わないようにしよう2つ目買いたい商品の金額を店ごとに調べて比べようどこで買うのがお得かいくつかの店を調査しよう3つ目外出時は 余計なお金を持ち歩かないようにしよう。予定外のお金を使わないために必要な金額だけ持つ癖をつけよう。4つ目、買い物リストを作成しよう。欲しいもの、必要なものなどをメモして持ち歩こう。5つ目、毎月の予算を決めておこう。お小遣いで買うものを 決決決めめてて計画したり使い方を決めておこうう値段はどう決まものの値段は売る場所や欲しい人の数などで変わっていきますその商品を欲しい人が多いつまり需要がある欲しい人が少ない つまり需要がない商品がたくさんあるつまり供給がある商品が少ないつまり供給がない <coughs> この需要と供給のバランスで値段が変わります需要があって供給がある場合は値段は変わらない需要があって供給がない場合は 値段が高くなる需要がなくて供給がある場合値段が安くなる需要がなくて供給がない場合定価のままか早く売る必要があれば安くなる店による値段の違い。同じ商品でも お店によって値段が違うものがあります。どうしてなのか考えてみましょう。例えばペットボトルの飲料の値段を比べてみよう。コンビニエンスストア128円24時間いつでも販売できるようにしているそのために必要なお金がかかるので値段が高いスーパーマーケット 98円商品を大量に仕入れて安く売ろうとしているそのため値段を安くできるドラッグストア78円日用品や食品を安くして買いに来たお客さんにお店にとって利益が大きい薬や化粧品を買ってもらう店ごとにいろいろな売り方で 儲けを出そうとしている数字に強くなろうお金と仲良くなるには数字について考える習慣を身につけておくことが大事です数字はしっかりとつながっていますつまり物事を数字で考えると数字に強くなり お金を上手に使えるようになりお金と仲良くなり数字で考えるのが楽しくなりますお金の増やし方お金を増やす三つの方法一つ目 人のビジネスを手伝う2つ目自分でビジネスを作る3つ目投資する投資するは配当金の会社が設けた分を株主に戻してくれるお金ですまず投資家は会社に投資をします そして会社はお金が集まる。で、会社が儲けた分を投資家に配当金として分けてくれる人のビジネスを手伝うつまり自分以外の人がすべての責任を背負って始めたビジネスに協力することで給料を受け取れる。 雇い主が社長の場合は会社員店のオーナーの場合はパティシエ料理人カフェの店員病院のオーナーの場合は医者や看護師など学習塾のオーナーの場合は先生や事務員など会社員の仕事例としては商品のデザインを考える商品の現物を作る 新しい商品を考える。商品の宣伝をする。お店で商品を販売する。日本で一番人数が多いのは会社員。社長が作るビジネスの仕組みの一部を手伝ってお金を受け取ります。人のビジネスを手伝う良い点。きちんと給料がもらえる。 会社の技術が学べる。気持ちよく働くための制度や施設がある。困った時の手厚いサポート。社会的に信用されやすい。仕事とプライベートがはっきりしている。逆に大変なこと。自由は少なくなる。収入に限界がある。自由に働けない。 誰と働くかを自分で選べない仕事の内容が選びにくい転勤や移動がある会社が潰れることもある次に自分でビジネスを作るまずお客さんが どんな商品やサービスを求めているかを調べたり研究したりしてお金をもらう仕組みを考えるその仕組みを自分で全責任を背負って動かしていく仕組みを動かすためのお金を集める仕組みを動かす人たちを雇い働いてもらう仕組みで作った商品やサービスがよく売れる場所を考える 商品やサービスの売れ行きを見ながらお客さんに喜んでもらえる仕組みを改良する。自分でビジネスを作る良い点。大きな収入を得られる可能性がある。時間に縛られない。仕事のパートナーを自分で選べる。好きな仕事を選べる。 働く場所を好きに選べる。新しいビジネスにも挑戦しやすい次に大変なこと収入がゼロ円の時もあるすべてのことに責任がある体調を崩すと売上に響く困った時のサポートが少ない社会的信用が得にくい 仕事とプライベートの区切りがつけにくい次に投資するたくさんのお金を集めるために投資は生まれたビジネスのアイディアの説明をし必要なお金を出してもらえるようにお願いします 人のビジネス、人の行うビジネスに対してお金を出すことを投資と呼びますお金を増やす方法でみんなに一番学んでほしいのがこの投資です投資をする人が投資家ですギャンブルと投資の違い ギャンブルの場合お金を出す人がいてお金が集まる全体の一部だけが当てた人だけに配られる当てた人に分配される他の人は損をするだけつまりほとんどの人が損しているこれがギャンブル宝くじの場合お金を出す人がいてお金を集め 全体の半分くらいが当選者だけに配られる。他の人は損するだけ。投資は株から始まる。株とは <laughs>、会社が必要なお金を集めるために発行しているものです。配当金や株主優待をもらえたり、会社に意見を言える権利ができたりします。 株価が上がるとき、その会社を応援したい人が多いと高くなる。株価が下がるとき、その会社の応援をやめる人が多いと下がる。 こんな時株価は急落するブームが去るつまり大人気の商品が売れなくなり在庫が大量になった場合レア度が低くなった似ている商品が出てきてもっと安くて良いものが増えた場合会社で事件が起きた場合会社の評価を下げる事件が起きて商品が売れなくなってしまった場合。 また自然災害で原材料が入手困難になった場合や戦争で輸入がストップした場合円高で輸出品が売れなくなった場合など世界的な出来事の影響は特に予想が難しい急に下がることもあります投資が おお金を増やす方法において重要な理由投資はビジネスをよりよく回す燃料になる燃料が多いとよく飛ぶ燃料が少ないと飛行機に例えるとうまく飛べない投資でお金が増えてみんながハッピーになる。 投資で大きくなりビジネスのお金が増えれば新しい商品を作れるまた自分のお金が増えるそ,れそうすると欲しかったものが買えるおうちの人の協力があれば子供でも投資はできます是非挑戦しましょう 毎日の生活の中で取り組んでみよう。五つ、一つ目、値段の理由を考えてみよう。二つ目、家の中で仕事を見つけてみよう。お父さんが困っていること、お母さんが困っていること。うまく解決できたらお小遣いをもらえるかも。三つ目、身近なビジネスを考えてみよう。 無料で新製品を配っているのはなぜなのか駅前のお店が閉店したのはどうしてか4つ目投資の考え方を毎日の生活に生かそう時間の使い方を分類しよう投資学習や健康のために使う時間消費食事などの時間 浪費、ななんとなく過ごす時間今自分がどの時間を過ごしているのかを考える習慣をつけようより多くの人がハッピーになるお金の使い方もしてみよう100円のペンを買ったとききな絵を描いて自分だけ楽しむのもいいけれど漫画を描いてみんなを楽しませることもできる。 将来の成長を予測しよう。ニュースを見たり。周りの人の話を聞いたりして。これから、どんなものが流行りそうか。予測する習慣をつけてみよう。五つ目。さまざまなジャンルについて、たくさん学ぼう。お金を増やすには。世の中の動きや。国の歴史とか。 いいろろな知識が必要。数字の表面だけでなくその裏にどんなことがあるのか分かるようになるのが大事そのためにはいろいろなことを学んでおくのが大切勉強だけじゃなく遊びを通じて学べることもたくさんあるお金があればできることはたくさん増える自分のため将来のためそして困っている誰かのために。 使えるようにお金を増やす力を身につけていきましょうお金と長い間ずっと仲良くできる方法を最後に教えますお金だけで判断しないたくさん失敗してたくさん反省しようお金の怖さを知ろう 自分なりの幸せの基準をしっかり持とうお金をうまく使いこなせば楽しい人生を歩むことができます自分はもちろん周りの人を楽しませたりよこ喜ばせたりできる可能性も高まりますだからこそ自分がどんな時に幸せを感じるのかということをしっかり理解しておく必要があります 幸せの基準があやふやだとむやみにお金を求めてしまったり不要なものに使ってしまったりという不幸に陥ってしまうのですこの4つがお金とずっと仲良くいられる秘訣ですもう一度繰り返しますお金だけで判断しないたくさん失敗してたくさん反省しようお金の怖さを知ろう 自分なりの幸せの基準をしっかり持とう今回は以上です。